ちょうど、ね、あのお金のブロックっていう話題が、えー、出たんですよ。えー、お客さんがねそういうことを言われるんですね、うん。私にはお金のブロックがありますと言うんです。はいえー、これがずっと私をこう、ね、悩ましてきたテーマですみたいなことを言うんですけど まあ、そもそもお金のブロックっていう言葉がね、うん、重いですね。硬い。えー、分厚い壁みたいな雰囲気があるんですけど、実際にお金のブロックっていうものが存在するかというと、えー、ブロックっていう言葉じゃなくて多分お金に対してはこういうふうに思っているというふうな定義があるだけでしょ。そこに壁があるわけでもなくて、ただそういう定義を持っているだけでしょ。うん。だからそれはね、 単なるリミッターというかその経験の値ですよね。うん、だって子供の頃お金のブロックがあったのかなかったのかって言ったらその時の定義があるだけですよ。えー、例えば小学生のうちに、えー、50万100万円のお金をねポンと使うかだったら使わないから。だからその時はその時のお金の定義がありますね。これぐらいのお金を、えー、自分は使っているとかね持っているとか。 お小遣いでもらうことができるお年玉でもらうことができるっていうふうなお金に対するその定義がねっこんなもんだなとこんなものの量的なものかなみたいなものがあるだけであってブロックじゃないですね多分ね。だって大きな事業をやりだした人っていうのはやっぱり大きなお金をね 動かすだろうし、えー、例えばね5,000万1億っていうお金を動かすのが当たり前になった人たちにとって、えーね、それが当たり前になっちゃうじゃないですか。ねえー、それと同じですよね。うん、まあ経験に応じてそのお金というものをどうやって扱うかだとかどういった量を使ってきたか、ね、関わってきたかっていうふうなことにおいてまあそのこれぐらいのお金は回したことがあるからまあなんとなく。 これぐらいのお金は安心できるなとかね、いうふうな、えー、ことをなんとなく定義しているだけであって、ブロックが特別あるわけではないと思うんですね。うん、もっと言えば、えー、そのブロック、まあ、ブロックという言葉を仮に使うんであれば、ブロックが外れたからこそ今大人になってちゃんと生活できているわけでしょ。子供の頃の金銭感覚のまま大,大人になるわけにはいかないもんね。うん、はい、皆さん皆さんのですね、その選択されたその 人生その局面において、えー、関わってきたお金というもの、ね、その、えー、量的なものもあるでしょうし、えー、そこで培った、まあ、その出来上がったお金に対する認識が今するなだけであってまあそれはあの今の認識だからね結局変わっていくわけですよ。ね、だからブロックっていうねその大きな壁があるというふうな考え方はする必要性はないなというふうに えー、思いますね、うん、そんなことより、えー、こういうふうに過去から考えれば変わってきたんだからこれからも変わっていくよなっていうふうなことを考えていた方がまだねえまあ誰でもねつきまとうは問題ですけどね、うん、お金とかねあとパートナーシップとかね いううのがこう2大テーマだとは思うんですけどもただそれがねあの大きな自分に課せられたカルマでありえまあ乗り越えなければいけない壁なんだというふうな捉え方をするよりかはえまあ着実にねこう繰り返していけば上達して乗り越えていけるえそういったまあスポーツみたいなもんですよ。んいうふうに捉えるのもいいんじゃないかなと思います。お金のブロックななんかないよ えー、という話を今日したかったっていうかしたんだね、まあでもね、あのー、お金のブロックまあでもそういう話は多いねあの個人税収やってもねうんでもね全然ない人は全然ないのこれみんなちょっと覚えといててけどねお金のブロックがない人はさっぱりないので全然違う問題を抱えてんだねうん でお金のブロックっていうことばっかり言ってる人はお金のブロックにまつわることばっかり言ってるの。でも別にその両者ともにね、えー、そんな大金持ちでもないしそんなねすごくこう貧しいわけでもないんですよ、うん。でも頭の中を悩ましている問題はそれぞれ違うの。ね、同じような、えー、境遇にありながらもね、うん。だからそれにとらわれているかいないかであって えー、そのことにとらわれるのやめたら多分他の問題が出てきますね、まあ他の問題出てきた方がいいのかどうなのかはかんないけどだから、えー、ブロックってこの人ないよなっていう人が普通にいるんだと一般庶民でもねうんいうことはね是非覚えておいていただきたいんですよねうんない人いるもん本当に普通にねでもねあの家族のことですごく悩んでらっしゃったりするんですうん ななきゃない,でいいんですようん、まあ、あってもいいけどね、うん、だからないという選択ないという感じ方みたいなものもありだし、えー、実際そういう人もいるんだというふうに思えた方が、えー、今こんなに真剣にねそのずっとこう、えー、手放すことができない問題として自分の人生には付きまとうんだっていうふうに考えなくなる要素になるかなと <laughs> ちょっと分かりにくい言葉になっちゃったけど。うん そこまでね、こう振り回される必要性も多分ないなと思いますよ。す、う、べ、んはい、ては幻です。はい、このコパシャルチャンネルも。幻想です。はい、ということで、えー、幻想幻想言ってないでですね。あの九月の十八日は、えー、ヨガ教室ここでありますので、遊びに来てください。あとは9月の二十日に、ここで満月宇宙会議ありますので。えー、行ってください。 よかったらうちにはですねちょっと特殊な機会が入りましてですねあの座るだけでえ悟りを切り開くことができそうな機会がありましたはい <laughs> あのそれだけた話ですけどねうんあの人間の体ってこう骨にねいろんなものがたまるんですね、えー、僕のねあの仲のいいヒーラーさんがね、えー、あの英二さんって岡山の、えー、五次元ヒーラー英二さんなんだけどこう鎖骨を触ってねその方のこう、えー 鎖を解放するみたいなねワークをやってらっしゃるんだけど、うん、骨に結構たまるんですよ。そのまあメインは背骨ですね。その背骨に、えー、骨振動でま払いのエネルギーを与えてですね、それで、えー、クリーニングしようというふうなですねちょっと特殊な機械を入れましてですね、はいそんなものもあの、えー、ありよということで、はい、いいことです。今日何話だっけ？お金のブロックか。 あと9月の、9月のない、10月の5日と6日は、うさと店やります。ここでやります。いわゆるこういうね、あの、オーガニックな服の展示会です。はい。ぜひね、あの、新しい人に来ていただきたいんですよね。うん、あの、知ってほしい。うん。1着2着ぐらい持っていたってね、あのー、いいと思いますよ。やっぱね、ちょっと今日は体を休めたいなっていうふうな時に、部屋着としてこれをね、えー、着ててもらったら、やっぱね、 体の静電気抜けますよ。静電気が悪さするんですから。ね。僕ね、全然静電気たまらないの。ね。えー、冬でも車座ってもパチって言わないもんね、うん。前は鳴ってました。はい。でも最近は鳴らない。ということです。はい。